城から逃げたジョイスが王宮に乗り込んでくるらしい。ジョイスか、か勝てるかな私たちで。ふん、確かに手強い相手だが、しかしこの斧にかなうはずはない。よし、行くぞ。先に行って警備兵たちを倒してきます。姫はここでお待ちを。こいつは願ってもない獲物だぜ。願おう。王女、何を血迷って魔人などに。これが最強。
こそ最強。いけませんな。お姫様がこのような場所にお一人で、俺が個人的に保護して差し上げましょためには、お前などいない方がいいのだ。
アリシア様。ジョイス。姫、こちらへ。ジョイス、無事だったの？面白い話だな。死んだのはオラフの影武者とは。そうさ、護衛をつけず王が出歩いてたろ。王が一人でなんか出歩くかい？それに濡れ衣をかぶって死ぬはずのアリシア姫が魔人の力を使って生き延びてる。どうも私の知らない裏があるような気がするんだ。魔人の力だと？お前はそれを見たのか？ああ、姫様には気をつけなよ。それがどうかしたのかい？まあよい。本題に戻ろう。確かに王は一人だったようだが、だからといって偽物とは言い切れぬだろう。お前が殺した王がな。エイダがお父様を殺した犯人？あいつだ。待って。ただその話、推論の域を出るものではないが、違うとも言い切れぬな。そうだろう。きっと他に裏があんだよ。それにあの館、姫さんの世話係の動きも。私はあんたを。エイダ、疑いを持たねば生き延びられたというのに。アリシア様、お逃げください。フィネガン。ジョイス。カタリーナの野心に手を貸すとはなぜだ。答えろ。お前には見られたくなかったな。ことは単純ではない。大きな力が動いているのだ。これからさらに多くの血が流れるだろう。ジョイス、俺につく気はないか？ふざけるな！お前を殺したくないのだ。一緒に来い。悪いようにはせぬ。俺を信じろ、ジョイス。断り。そうか、残念だ。待て、フィネガン！アリシア姫、あなたを始末するよう命を受けています。お覚悟は？知れるがいい。行くわよ。終わりにするわ。魔人の力。
私も作れるかしら。私が目を覚まさせて